おはようございます。ポケモンスリープを開始して260日目の朝でございます。時刻は5時26分でございます。最近はちょっと朝昼寝が多くて夜眠れないなっていうのが多かったんですけど、昨日はですねちょっと眠れない時間はあったんですけど、もうエゴサーチだったりとかスマホで動画を見るっていうのをしないでなんとかですね、寝切れたかなと。ただ眠ってる時間はちょっと短いんで、布団に入ったのは10時とかだったと思うんですけど、まあ1時間半ぐらい眠れなくてちょっとそこがきつかったかなと。でまあで見てもらえばわかると思うんですけど、途中で何回も起きちゃったっていうのもありますし、ちょっとね睡眠の質としてはあまり良くないかなと。で気になってるのは、まあもうちょっと将棋のトレーニングするってとこと運動ですね。ちょっとそこが不足してるなって感じてるんで、まあ選挙期間はどうしても体調崩れるのかなっていうふうに思ったりはしてるんですよ。まあ、選挙がなくてももう今暖かくなってきてるんで季節的なこともあるのかなと思ってるんで、まあ今日からまあ早く起きましたし、ラジオ体操して運動して朝のうちにもう全部やっちゃって、でなるべく昼寝も夕方も午前中も寝ずに、お今のは確定ですね、寝ずにできたらいいなと思っております。ちなみにですね、昨日はですね、木梨憲武さん、トンネルズですね、の自伝を読んでおりまして、結構話題になってる本だと思うんですけど、まあ、面白かったですね。なんかこの、いろんな生き方で迷ってたりすると、木梨憲武さんの考え方とか生き方って、実はすごく参考になるというか、目指すべきところというか、こういう生き方すると楽に生きれるよねっていうことの一つなのかなっていうふうに思うんで、まあ周りに迷惑をかけるっていうところはあったりはするかもしれないんですけど、まあ自由に生きてて、だけど一人じゃ生きていけないみたいな、なんか周りを明るくするとか楽しませるのが好きとか喋るのが好きとかって人っていると思うんですよ。心が弱かったりしても、うつどのんきいいですね。まあ、その中で参考になるのが実は木梨憲武さんなんじゃないかなと思って、で僕ら世代40から50の世代ってやっぱテレビでお笑いって言ったらトンネルズっていうのを挙げるのが多かったかなと思うし、まあ、木梨憲武派と石橋貴明派で結構分かれてて、僕は木梨憲武さんが好きだったんですけど、でもやっぱこう年重ねていくと石橋貴明さんの魅力っていうのも感じれるようになってきたかなっていうふうに思ったりもしてるんで、まあね、ようあの当時もそうですけど、まあ何かしらにずっと怒ってましたからね。今にして思えば何かしらにずっと怒ってる人のエネルギーとかすごいなっていうのを感じたりしてるんで、まあぜひですね、心がしんどくて、どういうふうに生きていこうかなっていうのに迷ってる方は木梨憲武さん辞典読むと結構前向きに生きられるのかなっていうふうに思いますので、インスタライブもたまにされてるそうなんで、ちょっとね、注目して、自分の生き方に落とし込んでみてはいかがでしょうか。